ヤッハロー、こんばんは。はい、現在8月23日月曜0時10分です。なんと最近うちの母0時ぐらいには寝てくれるようになりましたね。0時過ぎにはね、ありがたいです。ありがたい。はい、ってことでですね、今から、またアニメリアクションタイムです。はい、まずは D アニメストアで、死神坊ちゃんと黒メイドの8話ですね、いきたいと思います。はい、では自己紹介。はい、僕らは町大道芸人ハマーと言います。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩くというね、世界で唯一の技の持ち主。テレビには25回ぐらい出ております。で、やればできる、諦めない、これを伝えたくて主に子供たちの前でショーしてますが、現在はイベントがなくて1年半ほど貯蓄を切り崩して生活してます。はい、現在40歳、芸歴15年目です。でかなり貯蓄も減ってきてるんで、ずっと家にいます。その間に、アニメにはまりまして、約1年5ヶ月で、およそ410作見てきました。で気づけばアニメリアク職人となり、今はリアクターやってますが、でかいハンデがあります。はい、ここはもともと僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですけれども、2017年の9月にですね、東京に住んでたうちのおかんにいろいろありまして、ちょっと向こうで住めなくなって、で一人暮らしも難しくなってうちに来ました。で僕が世帯主なので、当然家賃、光熱費、更新料など払ってますが、その代わり、食費とその他は払ってくれと、大体折半なんですけども、という約束のもと母は我が家に住んでますんで、すぐそこで布団に入ってますから、でかい声出せません。はい、で基本的に家にいる間は撮影が不可能です。はい、そんな中でもね、やればできる、諦めない、これを伝えたくて僕は会社に辞めてパフォーマーの道に入ったので、このコロナ禍の間は真剣にアニメリアクターをやってますし、続けていくつもりですので、皆さんからですね、あ、これがやればできるか、諦めないとはこういうことやなと。特に再生数見てください。ほとんどが2桁再生、普通なら心折れてとっくにやめてますが、これを1年5ヶ月続けてますんでね。はい、諦めない姿勢をね、見ていただければなと思っておりますんで、気合と根性でアニメ見て工夫しております。はい、よかったら応援してください。あとはですね、当然本業を知っていただきたいので、説明文、概要欄に僕のホームページ、SNS 各種 PV 載っけてますんで、ぜひ見てください。子供たちがね、僕のショーを見て喜んでる姿、むちゃくちゃ可愛いですし、世界唯一の僕の技ね、ぜひ見てください。お願いいたします。はい、前置きが長くなってすいません。では行きましょう。死神坊ちゃんと黒メイド8話 D アニメストアですね、行きたいと思います。3、2、1、スタート。あれ、アバン変わったな。はい、オープニングです。チンタークに言うて、でもチンタークに言うて、でもさ、寝てちょっとだけタイマーずれたかもしれません。あってんな、オッケーオッケ前回はあの夢の中の話が良かったですね、最後ね。いつかあのまた、なんだっけな、夢の世界じゃなくてまた触れられるかな、なかなかそんなこと言いながらね、二人寝たのは。はい、A パートです。ビオラか。
カフク。カフが勉強を始めたみたいですね。サラカス、ザインがサラカスに、あ、サラカスで働き始めた。殿の殿、語呂がいいからって。あ、うん、ウォルターって弟やね。あ、ビオラ。すぐの決まってるのね、元々次男じゃん。まあ呪いが解ければね。地面ジタバタしたな。強ばれしてるやん。2時間結構かかるな。ああ。もう2という数字が呪いになっとるな。ウォルター、うるさいな。次男のくせに。これ言うんじゃない、すぐ。あ、言わへん。友達のとこ。むちゃむちゃ坊ちゃんのこと嫌っとるわ。あ、ビオラ来た。カフとビオラ初めましてかな。誰ってのな、その。不審者と思ってるよ。ザインに似てる。金ピカザイン。ロブが撫でてくれるかも。ビオラタックル。ボーイになったぞ。何かだ。あ、お母様絶壁なの。ビオラも絶壁なんや。カフは
子供と思ってると。だけど、あんなネクラ、あ、こっち来た。あ、ロブ。ロブ以外のところのお嫁さんに行けない。で、くらに友達で。ビオラかわいいな。願いかなった。あ、はい、Bパートです。早いな、Aパートチェスね。約束通り脱ぎます。ここに来たての頃でちっちゃい時はね、じゃこれ、むちゃむちゃ散らかってるぞ。散らかってるどころか、覚えてないのか、坊ちゃんは。一日たりとも忘れたないと。出てへん、出てこなしたけど。瞳は変わりないですねとか、うん、坊ちゃんのままです。バタン、はい、ドア閉まりました今。お、やさぐれてるな。こんな坊ちゃんやさぐれてたのね。
ロクもアリスの母ちゃん知ってるのね。帽子投げた。アリスです。そっか。あ、嫌いだ言うた。大嫌いだ言うたで。さくれてるな。エゴイスト言い過ぎやろ。いや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 、菩薩か。アリスは菩薩か。手袋投げたで。最初こんなやったんや、坊ちゃん。アリスって呼ばれたからね。かわいい。あ、部屋片付けろっちゅうかな。素敵なお部屋素敵なお部屋で3日で。あ、かわいい。頑張りませて。坊ちゃんなりの優しさやったんかな、これは。それか無理と分かってて追い出すつもりで。ああ、手切れてるやん。あ、手冷えてんのか。わ、かわいい。ちっちゃい時の二人。むちゃむちゃ綺麗。一晩か。これで心許すんかな。ほんまに覚えてへんのかな、これ。
ちゃんが出て行った。またえらい薄着で。脱落したで。ちっちゃいアリス。あ、思い出した。思い出したよね。つら、これつらいな、見てて。おお、雪を投げた。うわ、そうやね、残される方も辛いもんね。来るもんかるね、これ。メイトされたね。ずるいか。あ、エンディング。うん。
芝とはないな。あっちゃんとアリスと聖夜の誓い。はい、読みました。よいしょ。いや、いい話やったな。いい話やったというか、そのアリスが屋敷に来た日の話ね。坊ちゃんはマジで忘れてたんですね。だから、多分その魔女の呪いのせいかな。まあ、まず A パートですね。 A パートはまずカフが、まあログから勉強文字の読み書きかな教わってると、そのザインに褒められたいって、あの褒められてる回想シーンが可愛かったですね。で、ウォルターだっけな、弟坊ちゃんの初めてセリフ出てきたんちゃうかな、もしかしたら。どうやら坊ちゃんのことが嫌いやと。次男気にしすぎて、あの数字の2をめちゃめちゃ気にする方がおもろかったですね。なんかのアニメでもあったな、全部21かなんかでめっちゃ気になってっていう、なんかのアニメでもあった、ちょっと思い出せないな、なんだっけな、うん。まあ、とにかく次男はウォルターかな、は2の数字が嫌いやと。ただでもあのね、ビオラが別邸に行くのを聞き出したりとか、ちょっとかまかけというかうまいこと聞き出したりだとか、ちょっと賢いんかなと。で、その、ね、別邸にての内緒にしてて、言って、ね、次男のくせにって捨て台詞食らったのに、あ、隠すようねなと思ってね、ちょっといいお兄ちゃんやんと思いましたけど。で、あの、カフのことを、あの、泥棒と思って、タックルしたら、綺麗に、あのね、お乳で顔がバウンドするという、うん、でも、お母様絶壁やから、私もみたいな言ってましたけど、ああ、そうなんやっていう。ビオラは絶壁情報が入ってましたね、今回。あれ完全にあの手を縛って上に乗ってたのは、うん、あれはまあそっちの目でしか見れないし、これでロブ以外のところに埋めに行けないっていうのも可愛かったな。ロブのこと大好きですもんね。でロブに髪の毛こう持たれて、埃があってね、窓開けて喜んでたら可愛かったし、まあ、よかったですね。パートはビオラ可愛いわ。で、まあ、B パートがね、その、アリスが、屋敷に来たとき、あんな感じやったんですね。坊ちゃん、やさぐれとったなぁ。まあ、自暴自棄やったということでしょう。そらそうやわ。ねえ、誰にも触られへんし、誰にも触ってもらえもせえへんというね、一生、これはそらつらいし、うん、部屋もあんな感じにそらなりますわな。金八先生第5シリーズの金末健次郎のお兄ちゃんみたいなもんですね。誰がわかんねえもの、例え。でもね、あれ3日以内で片付けるじゃない、一晩でやる。アリスがどんだけ坊ちゃんのことが好きやったかってことと、最後に言ったセリフ良かったですね。坊ちゃんがいたから今日まで生きてこれたっていう、うん、あの幼少期の、うん、あれ可愛い。だいぶ前にも出てきましたね、確か。アリスは確か、なんか雪の妖精のようだねみたいなことを言われたなんかシーンで、ちっちゃい時のね、二人のシーンでできたと思うんですけども、うん、まあ、ちょっとグッときましたわ、あれは。ねえ、アリスが、坊ちゃんのおかげで今日まで来てくれた。もうそんなこと言われたら、そりゃ好きになるやろ。相思相愛。さあ、今後ね、どうやってこの呪いを解いて、二人がね、こう、ハッピーエンドになっていってほしいんですけど、どうなのか全くね、読めないので。ハッピーエンドにならんパターンもありますからね。ハッピーエンド望みますけど。はい、すいません、長いこと喋ってしまいました。はい、ということで、死神坊ちゃんと黒メイドの、8話、白い雪、黒い服。